はい、どうも。今回紹介するのはですね、ちょっと小さいんでちょっと見づらいと思うんですけど、マイクロスケールっていうところが出しているリキッドデカールフィルムという商品です。これどういうものかというと、例えば、プラモデル、まあ、例えば古いやつをですね、例えばオークションなり、例えばリサイクルショップなりで、ああ、やったー、見つけたーって開けてみたら、ごめんなさい。デカールがね、こう、ひび割れてる。古いやつだと、どうしてもデカールが劣化して、で、こう、ひび割れちゃったりすることがあるんですよね。で、そのひび割れたまんまで、とか、パッと見はわからなくても、水につけてみたら、こう、デカールがバラバラになって浮いてきちゃって、使い物にならなくなっちゃいましたよ、と。そういう経験がある人がどれぐらいいるかはわかんないですけど、そういうのをね、あらかじめ抑えてくれるという商品です。これは、まあ、そもそもこれを知ったきっかけなんですけど、だいぶ前なんですけど、自分ね、やばいちゃった。たまたまね、とあるところで、これ見つけたんですよ。青島がね、30年ぐらい前に出してた、おいしいぞクラブっていうシリーズがあって、で、これは自分のあくまで個人の好みというかコレクションというかそういう感じなんですけど、ちゃんとまあ見つけたんですよ、これを。で、30年さすがに経つと、もうどうにもね、もうデカールが使い物にならないような状態だったんです。これちょっとね、めくれてきちゃってるんで、またちょっと修正しないといけないかなとか思ったりするんですけど。で、水に溶けてこうバラバラになっちゃう。まあ、試しにね、全部が全部を使うつもりではなかったので、必要ないやつで試しにつけてみたら、こう、デカールがね、うまくね、こう、剥がれてくれなくて、バラバラバラってなっちゃったことがあったんですよ。で、こらあかんわと思って、で、まあ、いろいろとね、検索してみたら、このデカールを、こう、古くなってバラバラになっちゃうような、よっこいしょ。デカールを、こう、なんて言ったらいいか、修復っていうわけじゃないんですけど、その上にこれを薄く塗り重ねてあげることで、こう、デカールの、こう、例えばこう、デカールがこう、本当は1枚なんだけど、こうやってバラバラになってるっていう状態だったとかすると、この上に透明な膜を張って、これが離れないように、こう、台紙から剥がすことができるっていう商品があるよっていうのを知って、すごいさ、結構探したら、たまたまね、売ってあったところがあって、で、うおー、これいいじゃんと思って、で、自分もこうやって店を始めて、で、最近はあまりないんですけど、こういうね、ちょっとね、古いやつ、こういうね、古いやつをね、うちでもまあ、買い取りとかしてたりとかしてたので、で、まあやっぱりね、こういう風だとね、デカール不安なので、やっぱりこういうのもあった方がいいよねと思って、取り寄せしようと思ったんですよ。そしたらこれね、あと、メイドイン USA です。メイドイン USA で、説明もね、全部英語なんですよ。ちょっとこの画質だとね、ちょっと見づらいかもしれないんですけど。で、もうどうしようかなと思ってたら、もうなかなか取り寄せができなくて、ようやくね、去年の冬ぐらいだったかな。去年だったと思うんですけど、ようやく輸入される目処が立って、で、輸入されたので、うちも慌てて取り寄せでっていうふうにしたんですけど、で、これ、扱うことができるようになりました。で、古いデカールだと台紙から剥がれないとか、あとはもう、こうやってこう、台紙ごとこうやって折り曲げて見るまでもなくバラバラになってるようなやつはもうちょっとどうにもできないんですけど、そうじゃなくて、まだこう、台紙に貼り付いてて、こう、ちょっとやったら、ちょろっとこう、き、あのー、試しにちょっと曲げてみたら、ちょろっと亀裂が入ってるような、それぐらいのやつだったらこれで対応できます。これを、薄く何度もこう、これ筆塗りするんですけど、筆塗りしてあげて、で、こう、膜を作ってあげてっていうふうにやってあげれば、デカールがうまいこと、こう、また復活できるようになるっていう、そういう商品なんです。でね、ただね、いろいろと注意事項があって、どうしても筆で塗るので、ムラになっちゃうケースもあります。で、あとね、もうそういう状態のやつって、例えば自分がやるパターンとしては、お湯につけてあげたりとか、水で1時間ぐらいつけてあげたりとかして、で、ようやくそれで台紙から剥がれた。
ていう風になったりするようなやつだと、糊がなくなって、糊成分はもうほとんどなくなっちゃうんで、デカールのマークスフィット、タミヤが出してるマークフィッターだったかなとか、あとはクレオスが出してる、マークセッターとか、あの辺も併用しないといけないんですけど、これがあるだけでだいぶね、今まで諦めていた例えばツミプラとかね、その辺とかがね、またこれで使えるようになるんじゃないかなっていうことがあるので、結構おすすめです。ただちょっと定価が高くてね、これ980円なんです。ちょっと高いんですけど、でもこれでもね、だいぶそうだな、フルラッピングとかだとちょっとわかんないですけど、そこそこね使えると思います。ただ例えば自分はまだやってみてないんですけど、この上からクリアコート、クリアでトップコートしてあげたりするとどうなるかとか、あとはマークソフターとかその辺を使うとどうなるかなってことは、ごめんなさい、正直自分もまだ試してないので何ともなんですけど、ちょっとどうなるかわからないのと、あと板車とかレーシングカーとか作るときに、すごいこう曲面がこう普通にマークソフトを使ってあげてもこう割れちゃうようなやつ、そういうところに割れないようにって言ってつけたりしても、多分それは意味がないのとないかなと思うので、ちょっとね使いどころとかそういうのは難しくはあるんですけど、これはね結構ね個人的にはお勧めさせてもらってます。ただね、売ってるところが多分すごく少ないと思います。すごく少ないと思いますし、これの存在すら知らないっていう模型屋さんも実際あるかもしれません。自分がたまたまそういう経験があったから知ってるっていうだけなので、もしねお近くのお店でね、例えば古いプラモデルを、例えば積んでたプラモデルを作りたいなって思った時に、転ばぬ先の杖として一本用意しておくとだいぶ違うと思います。自分のおすすめの使い方としては、なるべく平面なところに貼るデカールで、まあ、もしくはそんなに複雑ではない局面に貼るデカールで、一回塗りだと多分ばらけます。自分が前にやったのは、一回薄く塗って一晩放置、もう一回塗って薄く塗って一晩放置っていうことを、3回か4回ぐらい繰り返してあげて、でそれで、でこうデカールがこういう四角いデカールだったとしても、筆塗りになっちゃうので、この部分だけちょっとはみ出ます。はみ出るところをちゃんと綺麗に切り取ってあげて、でお湯か水か、お湯で例えば10分ぐらいとか、あとは水で1時間2時間とか放置してあげて、でそれでこう浮かしてあげて、そこからマークセッターなりマークフィッターなりを塗って、で貼ってってやってあげればいけると思います。ただあくまでも100% ではないです。それは注意してください。 100% ではないんですけど、これでね、ただね、だいぶ例えば黄ばんじゃってるやつはどうにもできないです。こいつに関してはあくまでもバラバラになるのを防ぐという商品なので、その辺はねちょっと難しいところではあるんですけども、これ自分は実際、何度か使ったことがありますので、多少はアドバイスできると思いますので、もしどういう風なのとかっていうのがわからないことがあったら、答えられることだったらお答えします。マークソフターを使うとどうなるか、クリアコートはどうなるかってことはわかりません。でも本当の基礎的な使い方だったらお教えすることができると思います。もしよかったら、いかがでしょうか。というわけで今回紹介させていただいたのは、マイクロスケール社の、リキッドデカールフィルム紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。